どうも。笠井紀明様、上山市公認、蔵王坊平アンバサダー、植上交付式を行います。笠井紀明氏ですね、蔵王坊平のアンバサダーに選出された大変おめでとうございます。そしてまたありがとうございました。上山市公認、蔵王坊平アンバサダーを辞職します。よろしくお願いします。海外にもまた発信できる、そういうアスリートとしてやっていくことがこれからの使命なんじゃないかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。結構サウナが好きで、はい、トラックサウナっていうんですかね、それも結構使わせていただいてて、毎日整ってますいや、山本の食べ物も大好きですね。特に、まあ、果物も美味しいですし、まあ、今はさくらんぼがすごく美味しい、もう早速食べましたけど、今日も昼ラーメン食べに行ったんですけどラーメンも美味しいですし、そばだったり、そういったものもたくさん美味しいものがあるので、どんどんブログを更新していきたいなというふうに思ってます。もうキングカズさんがやってる間はもう僕もそれに続いてやっていきたいというふうにお互い張り合ってる感じだった。競技は違いますけど、やっぱりなんかそういうカズさん頑張ってるんだから僕も頑張ろうっていうふうに思ってますね。もう生涯現役宣言ということで。そうですね、生涯現役宣言します。はい、ようやく蔵王サマージャンプ大会っていうのが開催されることになったので、まあ、うちの金メダリスト小林陵侑も出場するということですし、ワールドカップメンバー、そうそうたるメンバーがみんなここに集結しますので、すごく大きな大会になると思うので、たくさんのお客さんが見に来てくれたら、僕らも頑張れますし。